にちは。元82キロのダイエット主婦、猫倉理恵と申します。今日の動画は、私が82キロから58キロまで、約1年間でマイナス24キロのダイエットに成功した時の有酸素運動の取り入れ方についてまとめた、私が有酸素運動をするわけとそのコツ編となっています。ダイエットを始めるとき、大抵の方がまず、運動はしなきゃいけないの?と迷い、次に、どのくらいどんなことをやればいいの?と迷い、最後には筋トレと有酸素運動どっちがいいの?と迷って面倒になってダイエットが始まる前に終わるというパターンがあると思います。まさに私がそうでした。38歳で人生最後のダイエットを決意するまで運動習慣ゼロ、1日の歩数は数百歩、ほぼ家から出ないという超絶インドアで省エネな暮らしをしていたあの頃の私のように、運動がいいのは知ってるけどやる気にならない、運動をやる意味がわからないと思っている方に、ちょっとだけいつもより動いてみようかなと思ってもらえたら嬉しいです。それでは早速、1年でマイナス24キロを成功させた私が有酸素運動を取り入れたその訳からご覧ください。私が有酸素運動を取り入れた訳、それはアスケンで100点を取るには消費カロリーを稼ぐ必要があったということです。以前こちらの動画で詳しく説明していますが、私のダイエットの基本的なガイドラインは食事記録アプリのアスケンで毎日100点を取るという明確なものです。アスケンの100点を取るためのポイントはいくつかあって、カロリー、PFC バランス、野菜摂取量、食物繊維の量、お菓子やアルコールの量などの食事に関しての採点基準の他に、もう一つほとんど知られていなくてみんなが見落とす採点ポイントがあります。それが運動消費カロリーです。私はここに気がついてから自分が1日で運動した内容をきちんと入力するようになりました。が、当時私が取り組んでいた3分ほどのプランクトレーニングを入力しても消費カロリーは20キロカロリー未満。当時の私は運動消費カロリーの目標を210キロカロリーほどで設定されていたので全く足りません。ここで裏技として、アスケンの運動の入力は何もエクササイズやトレーニングに限るわけではなく、実は掃除、洗濯、入浴などの日常生活の中での活動も入力できます。そこで私も自分のやった家事や行動を目いっぱい入力しましたが、それでも目標までは消費カロリーを稼げませんでした。そう、あの頃の私は1日の活動量が虫以下だったのです。皆さん、スマホで自分の歩数を見ることができますよね。当時の私はパートに出る以外の日は家にずっといて、主婦失格にならないギリギリのラインで家事をこなし、あとは基本的にソファーに座っているか寝転んでいるかでした。必要以上に外へ出かけることもなく、猫と一緒にいられる家が大好きなので、スマホの歩数は常に数百歩。ダイエットのためにプランクを取り入れて毎日体を動かす習慣はついてきていましたが、それでもそれ以外の生活は無視以下だという現実に直面したのです。これではいつまで経っても100点が取れないので、目標の運動消費量をクリアするために最低限必要な運動はどのくらいかをいろいろ入力してみることにしました。そこで分かったのが、カロリーを消費するなら筋トレよりも歩く、走る、泳ぐ、このあたりの有酸素運動の方が稼げそうでした。そこですぐできる一番お手軽な歩くを始めることにして、家の近所を徘徊し始めたのです。これが私の有酸素運動の始まりです。そこで2つ目に、私が有酸素運動にエアロバイクを選んだ訳をお話しします。手っ取り早く家の周りを20分くらい歩き回り始めて2、3日後、朝起きたら異変が起こりました。膝に違和感と痛みを感じ、歩くとピキッと異音がするようになりました。そう、80キロ超えの運動不足の体でいきなり歩いたら膝を言わしたのです。運動ビギナーがやる気になって張り切って運動すると体を痛めやすいのは通説ですが、それにしても早い。挫折のプロは心も体も折れやすいです。これまでの私ならそこでやる気を失い、やっぱり運動は向いていないと諦めてしまいましたが、その時の私は諦めたくない気持ちの方が強かったので他の手を考えました。そこで目に入ったのがエアロバイクです。遡ること数年前にも痩せたい気持ちが高まり、勢いでエアロバイクを購入していましたが、1年後にはここに畳んだ洗濯物を置けるタイプのオブジェになっていたため、これが有酸素ツールであることをすっかり忘れていました。オブジェの本
本来の役割を思い出せた私はいろいろとググってみたところ、エアロバイクは膝にも優しいと出てきたので、これだと思い採用しました。まずは自分の性格を考慮し、1回5分だけ漕ぐところから始めて、短時間でいいから毎日1回は乗って漕ぐというのを続け、乗ることに慣れてきたらすぐに漕ぐことにも慣れて、5分から10分、10分から20分と時間が伸びていき、やがて30分は漕げるようになりました。当時はよく YouTube のスーパーモデルやかっこいいアーティストのライブ映像を見ながら気分を上げて漕ぐことでなんとか続けられたのです。そうしてようやくアスケン100点のために毎日の消費カロリーを底上げすることに成功しました。ちなみに30分以上は漕がないんですかと聞かれることも多いです。そこで最後に3つ目、私の有酸素運動のやり方とコツをお伝えしたいと思います。まず当時の私はエアロバイクを1日30分以上は漕ぎませんでした。実は今もそれは変わりません。理由は私の使っているエアロバイクの種類が連続稼働は30分までとメーカーに推奨されているから。私が使っているのはマグネット式のプログラムバイクで、構造的に内部に熱が発生するので一定時間で休ませる必要があるということです。それなら30分以上漕ぎたくないし漕がなくていいやというシンプルな理由で30分に決めています。そもそも本来の目的はアスケンで100点を取るためだったので、100点さえ取れれば必要以上に運動はしたくなかったのです。それでも食事改善と掛け合わせたらしっかりと24キロ痩せられたので十分だったと思っています。ただその30分でできるだけ効率よく運動効果を上げようという思いはあり、いろいろと調べた結果、有酸素運動の時には心拍数を意識するといいということが分かりました。ざっくり言うと脂肪が効率よく燃える心拍数というのがあり、その心拍数を意識して有酸素運動をすることにしたのです。効率のいい心拍数は年齢、性別、体重などによっても変わってきます。自分に合った心拍数は以下の計算式で出すことができます。どうぞ。もうめんどくさいなって思いましたよね。私も全く理解できませんでした。無料で計算してくれるサイトもありますが、数字が苦手なのでもっと感覚的なこちらを参考にしました。有酸素運動で効率よく脂肪を燃やすのは、一応喋れるけれど息が上がってるし、あまりたくさん喋りたくないなくらいの強度で運動を行う。これがちょうど理想の心拍数であることが多いそうです。ちなみに喋れないレベルでの激しい有酸素運動はすでに無酸素運動に近くなるため、また効果や目的が変わってくるそうです。とはいえやってみるとわかりますが、この一応喋れるけれど息が上がってるしあまりたくさん喋りたくないなという強度のウォーキングやエアロバイクは30分やると汗だくになりますし、かなりいい運動です。ぜひ参考にしてみてください。そして最後に私の実際のエアロバイク愛機乗り回しスタイルをご紹介して終わりにしたいと思います。私はエアロバイクのサドルにカバーをつけていますが、それだけだと確実にお尻が痛くなります。そこで私は必ずこういったクッション付きのサイクリングパンツを履いています。履かずに頑張っていた時はお尻が摩擦で黒くなった経験もありますので、女性は特に着用をおすすめします。本来インナーですが家なのでこのまま上に履きます。そして漕ぐ時の姿勢にもポイントがあります。こういう姿勢やこういう姿勢は NG。 お腹に力を入れて骨盤を立てて背筋を伸ばし少し前傾姿勢。スマートウォッチを持っていれば心拍数は110から120くらいで、推しのライブやノリのいい音楽をかけてテンションを上げながら漕ぐと自然にスピードが保たれて程よい心拍数もキープできます。一度試しにシリアスなドラマを見ながら漕いだことがありますが、スピードが落ちてテンションも心拍数も上がりきりませんでした。とはいえゆっくりと漕ぐのが悪いわけではなく、漕がないより効果は十分あります。よくエアロバイクは効果がありますか、ステッパーは効果がありますか、ウォーキングは痩せますかと聞かれますが、カロリー消費がされる以上ダイエット効果はあると言えます。でもそれは漕いだら踏んだら歩いたらの話。エアロバイクも漕がなければただのでかいオブジェです。20分30分の有酸素運動ができない人は、当時の私のように5分から始めても続けることで進化も進歩もしますので、20分以上できないなら無意味と運動ゼロにするよりはずっと未来を変えてくれます。ちなみにお仕事がハードだったり1日アクティブによく動き回る生活をしているというように、日常生活で十分に活動量が確保できている方は、無理に有酸素運動の時間を取るよりまずは食事の見直しや体のストレスを取り除
除くストレッチなどのケアや睡眠をしっかりとることを優先してほしいです。私のように毎日歩数無視以下だという自覚のある方にはダイエットのためにウォーキングなどはおすすめです。私はエアロバイクがあったから選びましたが、必ずしもエアロバイクじゃなくてもいいと思います。私も今は膝にも負担がないので朝のウォーキングが気持ちよくて好きです。そして天気の悪い日は室内でエアロバイクを漕ぐというルーティンになりました。とにかく自分の生活の活動量の底上げに何が一番合ってるか、続けられることは何かが肝です。私のエアロバイクは1台目が壊れ、今は2台目ですが、どちらもアルインコ製のアウトレット品で購入価格は2万円から3万円台です。使ってるサドルカバーやサイクルパンツなどは概要欄に貼っておきますので参考にしてみてください。ここで今回の動画のまとめです。マイナス24キロ痩せた私の有酸素運動は、1、活動量が無視以下だったのでアスケン100点のために消費カロリー底上げのためにやった。2、ウォーキングは膝に負担があったのでエアロバイクを30分漕ぎ、継続のため無理をして時間を伸ばさなかった。3、有酸素運動のコツは息が上がって喋れるけど喋りたくないくらいの強度でやると一層効果的。私の持論ですが、有酸素運動はとにかく頑張りすぎないレベルで効果もそこそこ出るラインを見つけて、何より生活の中で続けられることをやるが一番効くと思っています。ここでも結局重要なキーワードは無理のないレベルで継続することを目指すということ。挫折のプロの戦い方はどこまでも自分を挫折させない戦略が大切です。この動画が少しでも参考になれば嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。猫倉理恵でした。